インペラートル・アレクサンドル2世は、ロシア海軍の全土級戦艦である。本級は、バルト海の沿岸防衛用として建造された艦である。当時のバルト海にあって、ドイツ海軍の26センチメートルライフル砲6門を持つ、装甲艦、雑戦級が有力な対抗艦であり、これに対抗可能な艦として設計された。艦首方向から撮影された本艦。 1913年に撮影された本館。本級の船体形状は還元の高い平。甲板型船体で昇格のつく艦首から、艦首甲板上に、装甲カバーのついた露包塔に収められた30.5センチメートル連装手砲塔が一気、その背後に司令塔を組み込んだ環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、 警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦に多く用いられた様式であった。 本館のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した円筒状となっており、上部に見張り台が設けられ、3.7センチメートル後連装ガトリング砲が4機ずつ前後で、軽8機装備された。全部ミリタリーマストの背後には2本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本一組のボートダビットで運用された。関西艇置き場の後部には基部に、 クレーンの付く後部ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部看板上にも関西艇が置かれた。写真は工場で組み立てられる本館の手法。手砲身を覆う枠組みに装甲板が貼られる。手法は全球に引き続き、パターン187730.5センチメートル砲を採用し、この砲を新設計の連装路砲塔に収めた。路法塔というのは、 現在の砲塔形式とは違い、下方の装填機構や旋回、不要格機構を収めた基部のみを装甲で覆う形式を指す形式である。この時代の漢砲は現在と異なり、ライフル銃のように直接標準で撃ち合うような白物であったため二砲の上面に砲弾が当たるとは考えられておらず、砲員を守るため基部のみを防御する考えであった。そのため、 基部から上は吹きさらしか断片防御ができる程度の走行でできたお椀状のカバーをつけるかで本館は校舎の形式をとっていた。その性能は3 3 1 7ラムの砲弾を行角6度で5093メートルまで届かせられた。不要能力は行角15度、深く5度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として、 左右110度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は5分に1発であった。副砲には、パターン1877-22.8センチメートルライフル砲を採用した。その性能は126キログラムの砲弾を、 行角15度で9445メートルまで届かせられた。この砲を単装砲がで原則に、片元に傷ずつ、軽2機配置した。不要能力は、行角15度、不覚5度である。旋回角度は、艦首側が125度、艦尾側が105度の旋回角度を持つ、手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は2分に1発の設計であった。他にパターン 187715.2cm 砲を採用した。その性能は 41.5kg の砲弾を、行角12度で 7470m まで届かせられた。この砲を単装砲画で、艦視手法等側面部に、片言1機、船体原則の装甲で覆われたケースメート部に、片言2機、 完備側に片言一機ずつで軽八気を配置した。不行能力は行革12度、深く8度である。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分一発であった。ありがとうございます。